奥まで、さくらんぼ。いいよ。勇者。いいよ。さくらんぼ。もうひと。もうひと。いいよ。勇者。桜。勇者。ラルクの。ラルク、ねえ。いや、ねえ、恥ずかしい。いや。勇者様、僕が今。ねえ。どうしてラル。ちょっとだ。僕が今。ねえ。
どうぞ。ピア、どうかしたのか。うん、勇者君に大事なお話。今晩ちょっと付き合って。ああ、いいけど。深夜のお散歩、すっかり勇者くんも常連。ああ、慣れてみるとなかなかいいもんだな。しんとした空気の感触とか、月明かりならではの優しさとか、それに。うん、了解。精霊たちもすっかり勇者くんに懐いてる。ほら。まとついてくる声が聞こえないのは残念だけど、歓迎してくれてるのはわかるよ。そのうち聞こえるようになるよ。勇者くんならきっと。ピアが言うなら間違いなしだな。うん、楽しみだ。けどどこまで行くんだ。町を出て随分と経ってるけど。行けるとこまで。は？ピアにとっても未体験の領域だから、距離だけは稼いで。あ、雨か。今ならまだそんな濡れずには。ダメ。ピア、予測より早かったけど、降ってくるのは織り込み済み。だから、待って。けど、このままじゃ、俺はともかく、ピアもずぶ濡れに。向こうに、おっきな木がある。あの下で雨宿り。OK。ああ。勇者くん、寒く。ない？焚き火のおかげで平気だよ。ピアこそ平気か？うん、平気。もともと体温低いし。いや、その理屈はおかしいだろう。まったく。ほら。あ。こうやってれば、俺の体が少しは風よけになるだろう。うん。寒くない。そういや。大事な話があったから俺のことを誘ったんだよな。一体何なんだ？その、言いにくいことなのか？うん。でも、ちゃんと言いたいの。ただ、それを言うためには、ピア的に、絶対に譲れない条件がある。だから、ここまで連れてきた。ごめんね。面倒かけて。まあいいさ、後で。ちゃんと説明してくれるんだろ。だったら、ピアのしたいようにしなよ。俺は、別に怒っちゃいないからさ。うん。ありがとう。ねえ、ピアの本当の名前、知りたい？額の瞳と一緒に、使わないように封印して、それっきりの、オネルテスとしての名前。両親とパニーニャお姉さま、今はもう呼んでくれる人のない秘密の名前。勇者くんには知っててほしいの。ピア・ディ・アーナ、それがピアのマナ、ソウルにつけられた本当の名前。マナは魔術師にとっての急所だから、悪用されたら大変なことになるけど、それを明かすってことは、ね。この上ない信頼と親愛の証なんだよ。ピアは勇者くんのこと、それだけ思っているんだよ。ん？雨、止んだ。ああ。すっかり夜も明けちまったけどな。あ、すごい虹だな。イーリス様の贈り物ってやつか。勇者くん、走って。どうしたのよ、急に。
消えちゃったら台無しになっちゃう。お願い、ピアについてきて。あ、わかった。しっかりしろピア。ああ、泥だらけじゃないかよ。いいの、まだ走れ。無茶なこと言うなって。夜明かして体力だって使ってるんだぞ。顔色真っ青じゃないか。でも虹のふもとまで行かないと。え？ブラネーから教わったの。古い伝説、イーリス様と最初の勇者は虹のふもとで結ばれたって。だからピアも勇者くんとラルクと。ピア、本当は臆病だから、怖くて自信がなくて。だからいいよ、もう無理しなくていいんだ。ピアの本気はちゃんと俺に伝わってる。だからたどり着けない場所を目指すよりも、今ここで俺の言葉を聞いてほしい。俺はピアのことが好きだ。旅の仲間としてだけじゃなくて、一人の女の子として好きだ。嘘、そんな。だって、あの虹と勇者の名に誓ったっていい。ピア・ディアーナ、君が好きなんだ。夢みたい。ダルクから言ってくれた。絶対届かないって思ってた。諦めるつもりで無茶したのに。ピアがそのつもりでも俺は諦めないぜ。それだけでここまで戦ってきたんだし。さあどうする？やだ、諦めたくないよ。ピア、ラルクのことが好きなの。ありのままの私を受け止めてくれる、そんな人はきっと君しかいない。ううん、君じゃなくちゃ嫌だよ。ピア、ラルク。ダメじゃないの。あなたたち。
理由があるのであろう。やる！くら！みんな！いざ、尋常に勝負！
よっしゃ。俺の番だ。みんな逃げろ。俺の番。みんな逃げろ。俺のみんな逃げろ。やってやる。みんな逃げろ。魔人の先輩。行くぞ、みんな。やってやる。これキリステル。ああ。よっしゃ、みんな逃げろ。参ります。ここは引きましょう。よっしゃ、みんな逃げろ。いざ、ここは引きましょう。ここが うむ。
そのもの。暗き絶望のただ中から、己がソウルの輝きを知るべに立ち上がる。指し示すまばゆきその光は、あまたの思いを束ね、紡ぎ、希望に至る道を綾なす。そのもの、虹をかけるものなり。希望の虹をかけるもの。すごいです！勇者くん、ラルク、だからもう少しだけみんなの力を貸してくれ、ジオレット。サイカ。承知。ピア。合点。キプラ。ええ。ドーズ。うむ。キタニア。仕方ありませんわね。よし。行くぞ、みんな。はい、勇者様。俺の番なら食らえ！